皆さんこんにちは。こんにちは。マックスプラです。ハッピーマダです。席替えをしてからは初のグッズ紹介。はい。さあ行きましょう。はい。これ皆さん覚えてますか。あ、がっつり覚えてますよ。夏フェスで軽すぎてやばいやつ。そうです。大好評で今もう売り切れちゃったんですけど。その説ありがとうございます。ありがとうございます。完売ということでございます。ありがとうございます。で、はい。このカバンのカバンの新作が発表されたので。ほー。アップバンクストアで今、9月の30日まで。はいはいはい。最速、日本最速販売をしているという。すげえ。ブークのカバン。はい。これの新作ね。新作がこちらです。じゃん。白い。ブークのデイバッグ。ナルミンっぽい。形は結構このタイプと、まあ、似ているんですけれども、なんかちょっとだけここの丸みがもうちょっと大きい感じある。はい、そんな感じ。そうですね、違いで言うとちょっと若干仕様も変わってるんですね。なんでちょっと仕様の違いを、はい、この実際ですね、まず空張りから紹介しましょうか。あ、そうですね、空張りが白、そして中が、この紫気味なちょっとおしゃれな1個目。はい。そしてじゃあカーキいきましょうか。カーキ、カーキ、こちらがですね、中の色は、中の色がちょっと今回はすごいおしゃれで、おしゃれ、かわいいんですよ。このチェック柄っていうんですか、なんか柄でございます。はい、はい、カーキ。これがネイビー。ネイビー、赤、いいじゃん。これがこちら。おお、かわいらしい。かわいらしいですよね。はい、ネイビー。そして最後が、で最後これがグレーですね。グレー、これはもう中に今入れてる。はい、グレーで中が、中がこんな感じです。はあ、かわいらしい。こんな感じです。 でグレーをじゃあ中心に紹介します。はい、まあ、前回もご紹介したんですけれども、うん、もう軽い。 PC を入れても Mac の15インチを入れてもすごく軽く感じると。で、秘密がここの、この、はい、背中側のこのクッションですね。結構 PC バッグで背中にクッションがついているものって当たり前じゃないかと皆さん思われると思うんです。うん、そんな普通だろうと。ただ担いでみたら全く別物です。このブークのこの背中のクッションは、なんかそこら辺にあるクッションとは構造が違うんだろうね。なんか多分作り方が違うんだろうね。そうですね、結構そのブーク社っていうのが、あのアップル製品を中心にした、まあ、バッグとか、アクセサリー類を結構販売されているあのメーカーさん、アメリカのメーカーさんなんですけども、結構その MacBook とかっていうものにも最適化してるんじゃないかなっていうのは言われてますね。重たい PC に持ってこい。はい、はい、で構造さ、中身、はい、中身はですね、ガバッとこれもここまでここまで開くタイプ。いいっすね。ガパッとあります。いいっすね。はい。で、まあ、ここパソコンですね。しっかりここもクッションが入ってて、あの衝撃にも強いですよ。で、嬉しいのがやっぱこういう留め具がこうちゃんとずれ落ちないっていう。で、まあ、タブレットとか入れるところがあったりとか。で、前回なかったポイントとしてはここちょっと見づらいです。ここペン入れ。ああ、いいね、いいね、いいね。ここ今数ペン入れてるんですけど、ペン入れがここにつきましたよ。素晴らしい。地味に便利ですね。で、これ一番押したいのはここです。このメッシュ部分、ここがめちゃくちゃでかくなったんですよ。おお。ここのメッシュ部分がこんなにでかいので、バッテリーだろうがケーブルだろうが、ルーター入れて、まあ名刺入れて、まあ私の場合ですけど、はい、いいね、イヤホン入れて、もうかなりここがでっかいので、で中に何が入ってるかっていうのもすぐ分かっちゃう。これはすごい便利だと思います。さらにこのメッシュ部分の下にまでポケットがあります。あります、あります。まあ、中はすごい、もうヘッドホン入れたりとか、いろいろ入れてます。容量も申し分なし。申し分ないですね。で、横サイド部分ですね。このサイド部分ですね、今これシットパック入れてるんですか、ね、おー、折りたたみの椅子ですを入れてたり、ペットボトルとかが余裕で入ります。余裕で入ります。両サイドで、ちょっとここにあのボタンがついていて、こうボタンを外してあげるとちょっと容量が間口が増えるというか、結構ここに物をガツッと入れられる。今アンカーのバッテリー入れてます。お財布入れたりとかも全然できますよっていう。そして表がチャックだ。表が、そうですね。ここに嬉しいポイントとしては、やっぱりここにキーフックついてるので、使いたい時だけここを外して
使える。あとはここのカバン結構深い、ここのカバンじゃないや、表のポケットも結構深い、これぐらい入ります、これぐらい入ります、手が全然入ります、全然入ります、容量がいい、こんなに入ります。え、ぶっちゃけこの新型欲しいですよね。結構社内でも結構好評なんですよね。え、これはね欲しいで、まあ、これ今15インチの MacBook と、あと本とかバッテリーとかもう盛りだくさんに出てるんです。これやってみますか。もうかなり入れてるんですけど、いい、軽い、軽いですよね。なぜか軽く感じるっていう、なんでやろな。ちょっと試していいですか。どうぞ。私結構リュック担ぐときに紐長めにしちゃう人間なんですけど、あ、これ紐、皆さんこれ紐長めにして背中とのフィット感を限りなく減らしてしまうとですね、重く感じます。そうなんですよね。ここのやっぱりこの隙間がやっぱ重く感じるポイントなんですよね。これキュッとしてこうフィットさせることによってで、体とうまいことくっついて軽く感じるんだね。そうですね、しっかりしっかり、うん、これがいいな、これがいいそう、これらブークの新型新作バッグたち、結構今までブラックとかグレーとかしかですね、ブークのバッグってなかったんですけど、一気におしゃれになりましたね、なんかね、初めてこんなにカラーが増えてカジュアルになって、こう裏地もそれぞれ違うっていう、こんなおしゃれなバッグがアップワンクストアで最速で、で9月末まで、9月末まで先行、うちでしか買えません、日本では。皆さんぜひとも早めにお買い求めください。素晴らしい、素晴らしいです。旧型はもう売り切れちゃって在庫はないのかな、こちらの。ですね、ちょっと今もう品切れてて、ちょっとないです。ないんだ。はい、皆さん残念ながらこちらの旧型売り切れでございます。ありがとうございます。その説はこれからは新型をご引きに、はい、絶賛販売中でございますので、はい、ぜひともよろしく。概要欄のリンクからお買い求めいただきます、はい、どうぞお買い求めくださいませ。一瞬おまけでございます、電車に乗ってこう座った時に抱き心地がどうかチェック。もっとリアルに電車に乗った時にいいね、完璧です、間違いございません、おすすめです。